さんこんにちは。本日の試合は韓国対横浜、この試合の模様をお届けしてまいります。解説は北澤さん、実況はジョン・カビラ、お届けしてまいります。北澤さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。さあ、選手入場です。民国国歌お聴きいただきます。僕はこの試合4-5-1というシステムで臨んでいます。どうご覧になりますか？そうですね、特徴としては中盤のポジション同士が柔軟なバランスを取れたシステムと言えますよね、センターハーフやトップ下とボランチが下がってくることによって、中盤にコンパクトな守備のブロックが作りやすくなりますからね、あとは特徴でもある前線トップの役割がポイントになってきますよね。勝者はどちらなのか。さあ、間もなくキックオフの時を迎えようとしています。韓国のキックオフでスタート。韓国対横浜、エキシビションマッチをお届けしてまいります。どういった立ち上がりになるんでしょうか。緩いボール、おー、これいいですよ。中央へ、触れなかったか。キムチャンス、前半13分です。チャレンジはしません。後ろに流す。ゆるく狙ったボール、ここはキーパー処理しました。キムチャンス、ナムデヒ、まだ両チームともシュートはありませんけどもね、立ち上がり様子を伺っているというところでしょうかね。どちらが先に仕掛けるかですよね。ボール、いいボール入りますよ。ナムデヒ、イチョンヨ、パクジュヨ、ソンフンミ、柔らかいボール、オフサイドになります。飛び出しがちょっと早かったようです。いやー、ギリギリのとこ狙ってますよね。キーパー前へ蹴り出します。さあ、チャンス作れるか。最終ラインまでボールを下げる。ふわっと裏を狙う。いいボールでしょ。ここでレフリー、前半終わりの笛を吹きました。
後半スタートです。まあ非常にタイトなゲームになってますけども、後半立ち上がり非常に大事ですよね。横浜なかなか敵陣に入れません。キムチャンス、イチョンヨン、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ここでいきますよ。ディフェンスをものともしません。さあどこに出してくる。シュート、しかしこれよく止めましたね。いやファインセーブですよね。よく止めましたね。これこのピンチよく防ぎました。ジョンソンリョン、仕掛けるか。シュート。惜しいシュートです。さあ、ともに選手交代があるようです。パスでつないで攻め込んでいきます。韓国少しルーズになる。北澤さん、先ほどからしっかりマークされてますね。そうですね、まあやはり中盤の底で起点になってますからね。この位置で余裕を与えると楽に展開させてしまうことになりますからね。できるだけ自由を与えたくないという考えでしょうね。もう一つ前に行きたい。チャンスになる。シュート、いや惜しいシーン。しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。韓国は選手を変えるようです。いいプレッシャー。かなり見応えのある試合になってますからね。選手たちは相当疲れてると思いますね。サイドのスペースへ走らせる。ファーサイド、シュート、惜しい。横浜徹底的なチャンスを収めることができませんでした。最後の交代枠を使います。出ていく。韓国はディフェンスの対応の仕方に問題があったのか、今のは非常に危険なシーンでした。これはファール、イエローカードです。縦に
ましたが、これはタイミング合いませんでした。しかしここで後半終了、続いて延長戦となります。さあキックオフです。延長も前後半15分ずつ戦って勝敗が決まるのか、それとも PK 戦に委ねられるのか。通るのかこのパス。いや届きません。右サイド上がる、サイドを縦に走らせます。もうこれいいですよ。抜けてくる、上げる、シュート、ギタリと合わせてきましたがゴールになりません。まあサイドをねうまく使った攻撃なんですけども、ボールの出所、はい、そして決定的なシーンを作り出すこのゴール前のマーク、この辺をしっかりとしていかなければいけませんよね。なるほど、横浜決定的なチャンスを迎えたシーンでした。すぐ奪い返します。韓国ここで前を向けるか、絶好の位置で受ける、そしてここで笛です。延長の前半が終了しています。延長の後半スタート。最後のハーフ、均衡を破れるか。裏のスペースを狙う。この位置でボールを受けます。このスルーパスは通りません。ここをシュート、いや守備のほんの少しの隙にしっかりつけ込むいいプレーでした。プレッシャー、サイドのスペースを使います。もう一つ前に行き、シュート、来た、先制。横浜ようやく均衡を破りました。ようやくですね。ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃どうご覧になりますか。いやチーム全体で非常にうまく攻められましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックでしたよね。での勝ち越しゴールを決めました。いやここで頭一つ出ましたよね。ここまで非常に攻守のバランス良かったですからね。3分目、そしてここで最後の笛。1対0、横浜1点差、接戦を見事制しました。